シロウの高飛びを見てた人多すぎる。冬木得意天気だな。いいよね。俺も見てたよ。一体何人見てたんだ。生中継してみんな見てた。見てなかったやついる？翌日の冬木市ではもう、昨日のあれ見た？見た見た、と各所で大盛り上がりよ。というかもともとはヘブンズフィールで桜の見てた光景をスレガのツインテも見てたって話だからな。すでに見すぎだろ。親の高飛びより見た高飛び。わかめは見てないと思う、知ってはいる。漫画でよくある、大方遅くまでグラウンドで練習してたんだろ、とか当ててくる精細面のやつじゃん。わかめは一晩シロウの文化祭準備見てたのがあるからな。見た見たわしも見た。その時歴史が動いた。会長は見てそう。どのルート通ってもケイネス先生は死ぬみたいなあれ。そらこんな腹チラ見せられたら落ちますわよ。シロウが高飛びしてんのに見てないやついる。事前告知してそうな勢いだな。場所取りやだふやが出るようになる。俺も見ていたぞ。神父も見てたんだっけ？どうだっけ？むしろ見てないのセイバーだけになりそう。むしろサバがこの情景見れるわけねえだろ。受肉してる金ピカはともかく。セイバーだけどうやったって高飛びより運命が先に来るのは逆に強すぎる。もうここで戦闘が起こってないのが不思議なレベルじゃないか。そんなことより高飛び見る方が大事だろう。率直に申し上げて気持ち悪いわー。これを見に来た。じいさんはこの時だけ正気に戻ってそう。ギルが見てたら台無しだろ。ピンクエフェクトやめろ。ヒロインで棒高飛び見てないやつなんていないだろ。造剣も桜通して見てそう。ライダーも見てるわけか。綺麗は実際見てそう。母教みたいになってるマーボ。シロウが知ったら困惑しそうな状況だな。全国中継レベルだろこれ。高飛び見たマウントとか取る。ワカメはこの時見てなくてもこれまでを飽きるほど見てるよ。やっぱあいつを一番わかってるのはワカメなんだな。その程度で意味合いを理解した気になるなんて浅いな。アーチャーも見てるっちゃ見てる。人類史に残る高飛び。シロウの高飛びを阻止した場合の歴史への影響すごそう。人気イベント春。一体何人が見ていたのか。聖杯戦争関係者全員見てるよ。琴峰も英雄王も虫じじいも。さすがにイリアは見てないか。見てたら殺しに来ないだろうしな。直接観覧もいればサテライト観覧まで様々だ。冬木市民の強制エンカウントイベ。得意点。公約 RTA 来たな。官庁演舞かよ。セイバーとワカメは見てないだろうからさすがの風格だな。ワカメ見てそうなのに見逃したのか。ニコ生配信中。どうせ100万人。神事だけは絶対に見てないって言える。ワカメは個人イベントがあるからな。ワカメは似たようなの別で見てるだろうな。ワカメはこんなんいつも見てるから肛門で待ってるよ。ワカメが女だったら。ポールの座ありそう。ワカメはこれ見てるとしたらそれこそすぐ近くであだこうだ文句言いながら最後まで付き合ってるからな。このシーンそのものが一種の宝具とかしている。固有結界無限の高飛び。アンリミテッドフライハイワークス。これ見ると惚れるよ。精神干渉系宝具。ちょっと棒高飛びしてただけで3人落とした。前世紀の一郎伝説かよ。これ真似してた高校生時代。思い出の大安売り。別に陸上部じゃなかったよね。なんで何度も飛んでたのか覚えてないや。ルビアが見てたのはプリア世界でだけだよ。エミヤの魅力は俺私が知ってるんだけキャラが量産される。シロウくん以外は全員女性マスターの聖杯戦争。リン、サクラ、イリア以外だと時計塔枠からバゼットさん&アトラムの代わりにルビアさん、聖堂教会枠からはカレン、オルテンシアさんとかではどうかな？これは走り高飛びで棒高飛びじゃないです。なぜ飛んでいたのか忘れた。棒高飛びでキャラに惚れたのはバナナでフィッシュな方だよな。原作やってもわからんよ。そもそもシロウって弓道部だし。確か、敵もしない無謀なことってわかっていて、その上で諦めもしないで向かっていってる姿が美しかった、だっけ？本人だって覚えてないよ。たまたまその日できないことにぶち当たったから本当に自分ではどうあっても飛べないのか納得するためにムキになってやってた。嘘ばっかで草。実はこれを見て惚れたのはルビアだけである。ごく自然にプリアネタ混ぜてくんのやめてくれ。そう言うと余計に増えるからな。棒高飛びう、棒もっとらんやん。未だに棒高飛びで惚れる理由がわからない。おおよそ、あんなに失敗しまくっ
ってんのにやり続けるなんて、面白い男。あれ好きになるの同じように辛いものを背負って生きている東坂や桜、あと魔術師やってるルビアにはやたら尊く見えるんだよな。桜は最初は嫌ってたっつーの。リンだって惚れてないよあんなんで。リンは本人が否定してるのにガン無視されてて笑う。嫌ってたんじゃなくてただ八つ当たりしてただけや。いや、ルビアはただのネタじゃんか。突如ヒロインたちの脳内に溢れ出した存在しない記憶。もう一つの固有結界。得意点発生部位。高飛びはネタでもギャグでもなんでもないだろ。何回アプくせえやつが多いな。3秒で終わる富士ネイルートの場合、結婚式前日あたりの後日談短編で実は富士ネイも見ていたという設定が生えてくる。これが理由で惚れるなら部活やってるやつでたくさん当てはまるやつリアルでもいるしな。虫じじいは、わしもあんな風に一心不乱に挑み続けたことがあったのう。はて、何に対して志を燃やしていたのだったか。確か、あの頃は、と自らの初心を思い出す可能性がワンチャン。PTA 会長でいろんなところに顔出してたり、本来の思想からすると本当にワンチャンありそうなのが笑う。く、レイシフとして冬木の学校へ向かうぞ。これで俺もヒロインの仲間入りだ。ごつい助走しながら、やはり冬木か。いつ出発する？私も同行しよう。吐き切れそうなレオタード。なんかミーム汚染的なことが起こってない？ゼロコラボでアインツベルンが有能だったら得意点になってたし、シローが高飛びしなかったら得意点の可能性もワンチャン。白目、モニキの罪は重い。リン、桜ステイナイト、ルビアプリア以外にも実は見てた可能性が考えられる人物が一人いてな、誰かって？一世だ。そもそも一世生徒会長、リン副会長で桜四郎の通ってた中学校へ、生徒会の用事で訪ねた帰りの出来事。一世のことだ。真横でずっと眺めていてもおかしくない。エミやご飯で仲良く菓子作りしてたり、あいつも制裁感ある。親の高飛びより見た高飛び、親に聞いてみたが、学生時代やったけど卒業してからはやったことないので、もっと親の高飛び見るためにはサーバントになってその時代に行くしかないな。別の意味の高飛び見る事態にならないように祈っとるで。シロウ、じいさん、高飛びってどうやるんだ？体育について聞いてる。切り継ぐ、高飛びか。差し当たってはいろいろと準備がいるね。アウトローな手段について答える、という切り継ぐと四郎のアンジャッシュなコント虹絵好き。なお、このスレで貼られてる高飛びをする四郎を見つめるラスボス三人の絵を描いたのと同じ人。空想得意点聖杯汚染都市ステイナイト。見てるだけならともかくなんでほんのり頬を染めてるんだよラスボス三人衆。一世、今日もやってるな。三つずり、今日もやってるな。タイガ、今日もやってるわね。全富雪市民、エミヤの高飛び見てるの俺だけなんやろな。24時間テレビの企画みたいに全国中継してるのでは。動画投稿サイトで高飛びしてるやつを眺めてみた。これで全世界規模になる高飛び見学。なんなら、たまたまおじいさんに会いに来てたウェイバー君も見てたかもしれない。ブルーマン、消化よってレベルでみんな見てるな。マーリンも見てそう。プロとマーリン、何度も何度も諦めずに挑戦する。いいねえ、私好みだ。今夜あたり挨拶しに行こうかな。高飛びが何でもなく成功してしまった後、選定されなかったのが第8の異分体であることは知っているな。実年齢的に年齢の差がでかすぎる。結局成功しなかったけど納得してやめたってのも独特な結末だよな。象徴的なエピソードってだけで、この件がなくても特に変わらん。当の本人は覚えてすらいない日常だし。何でもない日常で当たり前のように毎日こんなことしてた人間だからこそ、ってエピソードだしな。本来の目的がまさしく不可能への挑戦だから、その意識が常に人生の方針にある。リンちゃんが見てなかったら兄貴に刺されたシロウを助けないからな。何も始まらないしギルムソーエンドかな。ワカメも屋上から高飛び見てたぞ。当のシロウは、どうしてこうなった？な心境になるだろうな。ただ普通に高飛びをしてただけなのに。まあ無自覚に他人に影響を与えて人生変えるのが主人公ってもんだし。タイガルートやエリアルートが生まれなかったのは、某高飛びイベントのフラグを立ててなかったからかう。セイバー、高飛びって何ですか、シロウ。皆さんは、シロウの高飛びを阻止した場合の歴史への影響って凄そうについてどう思いましたか？
ぜひコメント欄で教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いします。